かつてそこではいろいろな穀物が作られ、ネズミなどの小動物も多く、ヤマネコの餌場にもなっていました。対馬ヤマネコを守る会でも休耕した農地を借り上げ、そば作りを始めました。時代の流れとともに本来の役割を終えつつあるそば作りに注目が集まっています。